これちょっとあんまり笑いなしなんですけど、はい、僕がロックンロールに抱くものっていうのは、はい、必ずね、その、こう、世の中はこうなんだっていう決まり事をね、こう壊してくれるものなんですよ。はい、でそれは非常に破壊的で攻撃的な、なんかこう悪いイメージじゃなくて、お前も生きていいんだよって言ってくれるんだよな。お前はさ、お前みたいなやつでもさ、すげえ生きていいんだよってこう許してくれるのがな、ロックンロールなんですけど、はい、そういうことじゃないよな、きっとな。うん、ここの答えとは違いますけど、うん、でもなんかそれね、僕はそれを落語にずっと感じたんです。僕は落語家に最初なすときに、お笑い落語家なすときに、うん、全肯定なんです。うんうんうん、人間のダメなところの全肯定なんです、うん、落語って、うんうんうん、浮気もする、それからあと働かないとか、でもお前はありっていう、それも面白いからありっていうのが、僕の最初にドーンって出会った落語っていうお笑いの、ね、ロックンロールはそこでお前はかっちょいいからありって言ってくる、はいはいはい、それなで、なんかこうだから落語もお笑いも何やって楽しいか、何がいいかっていうと、普通の人だったら、恥ずかしくていられないような格好悪いこととか、照れくさいこととかも、全部面白くさえすればありって言ってくれる優しさみたいのがすごい好きで、ロックもそういうことなのかな？そう、ロックンロールは、かっちょよければあり。かっちょよければ。そのかっちょよさの幅はすごく広いよ。かっちょいい、ロックにおけるかっちょいいは何まで許してくれるんですかね？いやいや、それは果てしなく広がってさ、それは生まれた、時の形、姿形でもないし、うん、なんか何かができるかっこよさでもないし、うん、そこはね、ほら、落語もそうだし、うん、ロックンロールもそうだけどさ、免許がいるわけじゃないじゃん、はい、資格がいるわけでもない、はいはい、だから自由なんだよ、はい、自分がかっちょいいと思えてれば、自分で自分を肯定できるんだよ、うん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 、自由だよ。ロックンロールには面白い顔、かっこいいと言わせるマジックがあるよ。ミック・ジャガーとかブサイクだもん。すごいな。でも世界中の女の子をキャーって言わせちゃうんだ。ざまみろなんだっていう。おう、そういうことだね。そういうことなんでしょう、ね。いいこと言うな、こいつ。マーシーさんにとってロックって何ですか？え？ロックって何ですか？今、本本さんの答えを今、正直聞きましたけど。うんうん、いや、わかんない考えたこともないし、まあでもそうなんですよね、うん、変な話ね、うん、音楽の人を、うん、ロックの人をゲストに呼んで話すって本当はおかしいなことじゃないですだってそれが得意だったら話す人になってるはずだから、うん、さっきもそのブルーハーツが好きだから、今日ブルーハーツからずっとこの二人の生き方が好きだからっていうんで、今日はスタジオの外すごい人が多くて、その若いお笑いの見習いの子とかが来てて、二人に会ったら何聞きたいっていうと、最終的にね、話で聞きたいことって本当は違うんじゃねえのっていう、なんか二人が作ってるものを聞いて好きになって、二人の音楽聞いて好きになってるのに、トークするじゃないですか、こうやって呼ぶと。変な話ですよね、なんか不思議と。